こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2021年の6月18日、1時間半ほど過ぎてしまってますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 155.6 ということで、ね、ついにまた150円台まで落ちてきてしまいました。はい、15分足ですとね、急激にガーッと今日落ちてます。今日の8時ぐらいからですかね。昨日の、まあちょっと日が過ぎてるんで昨日って言いましたけど、ここの4時間、4、5時間でガーッと落ちてますね。はい、日足ですとこんな感じです。ここのね、75日の平均線をちょっと超えてしまいました。ここね、はい、ここでこらえてくれないとちょっと苦しいなと思ってたんですけど、ここがヒゲになってね、また上に行ってくれればいいんですけど、ちょっと微妙かなという気がしますね。はい、土日でね、どう変わるかちょっと楽しみにしたいと思います。ただ150円台ということでね、今含み損の方が結構多いかもしれないですよね。はい、これこっちか。こちらで、こうすると、これ広すぎるか。ちょっとここ止まるかな。ここで、ここが、はい、5月のね、真ん中辺、ちょっと日は分かんないけど、270円まで行きましたよね。20日ぐらいかな。15日ぐらいかな。はい。で、ここから、だいぶね、200円以上で買った方もいっぱいいらっしゃると思うし、100円台に入ってね、とりあえずおしめだと思って買ったけど、一回200円ぐらいまで行った時はよしよしと思ったけど、また下がっちゃった人もいっぱいいると思うんですよね。はい、だから、長期でね、また、待っていればいいと思います。では、ツイッターの方行きたいと思います。はい、まず HFOT さんです。でっかいの来ましたね。コインベースの日本サービス開始がもたらす影響はどうなるのか楽しみと。コインベースが暗号資産交換業者に登録を完了、日本でのサービス開始と。はい、ちょっと読んでいきます。コインベース株式会社は6月18日資金決済に関する法律に基づく暗号資産交換業者としての登録が正式に完了したことを発表した。同社は世界的な暗号資産取引量を誇る取引所コインベースの日本法人として日本国内で暗号資産交換業務の提供開始に向けて準備を進めていた。同社は近日中にサービス提供を開始しており、ビットコインやイーサリアムをはじめとした5つの主要暗号資産の取引を始めるという。同社は日本国内ユーザーが安心してサービスを利用できるために国際標準のセキュリティを確保し、世界最高レベルの安全性を実現した環境づくりに努めていくとしているということで、実際に暗号資産交換業者登録一覧というのをちょっと今見ましょう。6月18日現在、今日更新されたということで、コインベースが載っているということですよね。はい、で今見ていくと、こっちの方がいいですね。失礼しました。関東財務局の19号、22号とずっと来て、28号のところにコインベースがありますね。はい、ちょっと小さいですけど、関東財務局、6月18日、コインベース株式会社。で、右の方に行きますと、取り扱いが、ビットコイン、キャッシュ、イーサリアム、XLM、ステラルーメン、ライトコインということでね、まあ基本的なところの5つだけということですけど、まあね、ADA は、コインベースは来るかもしれないですよね。はい、まあ、取引所を入れるのなかなか大変みたいですけど、まあね、人気が出てくればということで、はい、エキスポの方も頑張りたいなと思うところです。はい、次に、ヒックス・カルダノ SPO コーヒーさんですね。抜粋フリードマン。コンピューター工学において学説と実際の開発の違いはホスキンソン。商業向け、実務向けの開発では学説通りに開発するのは難しいが、学説はセーフティーネットの役割がある。実際の開発においては学説を参考に何を捨ててはダメなのかを知ることができるということで、コーヒーさん、は、この間の5時間の、インタビューですね。あれを訳してくれてるんですね。はい、他にもホスキンソン、エルサルバドルは500万人を要する実在の国家です。私たちは大統領の弟を知っているし、話をしたことがあります。今後数ヶ月様子を見てくださいというのも、これもこのインタビューの一部ですね。この4時間2分3秒のところからどうぞということです。はい、あとコイン海外速報というところなんですけど、来月ビットコインを法制化するパラグアイの公式計画と。はい、まずパラグアイってどこよっていうと、ここみたいですね。はい、南米ブラジルと、アルゼンチンかなの間ぐらいかな。はい、はい、パラグアイ公式は来月ビットコインを法制化する計画と
いうことで、カリトス・アントニオなんとかさんは、パラグアイは7月にビットコイン法律作成すると言います。キーアーキテクト、パラグアイ当局者のカリトス・アントニオさんは7月にビットコイン法案を導入する予定です。7月、来月ですね。レジャー・ラヘルマンさんは以前ビットコインとペイパルを含むプロジェクトを提案して6月にこれをほのめかしました。パラグアイのトップエンターテインメントの企業の一つであるグループ・シンコもビットコインやその他の暗号通貨を受け入れる予定ですと。はい、カリトスさんは、国家副議長でパラグアイの国家議員は来月ビットコイン法案を提出する予定と。今月なんとかさんはツイッターで来月に新しいビットコイン暗号通貨法を導入する予定だと。これはパラグアイです。彼は書いています。7月私は法制化しますと。はい、小国ですけどね、南米中米でどんどん実績ができていくということですね。はい、向井 HFT さんです。しっかり見ますワールドモバイルと、ナップさんのリツイートですね。おいみんな、体の短距離走じゃないから日々の新しい刺激もいいけど、大切なものはゆっくり咀嚼して復習しようと。アフリカ、カルダノブロックチェーンを選んだワールドモバイルについてということで、ワールドモバイルのトークンですよね。それを買おうとして、KYC が、日本はね買えないということで、登録できなかったんですけど、じゃあねちゃんと勉強しとこうという意味合いですね。はい、アフリカスペシャルの内容を詳しく説明してくださってます。はい、渡辺壮太さん、コインベース黒船って感じ、インターネット同様に海外プレイヤーが今後どしどし日本に入ってきたの時にどう日本のプレイヤーが戦うか、僕は海外市場を取り自分たちが黒船になって日本に返すのが良いと思っているので、我々のやるべきことを粛々とやろうと思いますということで、この方ポルカドットとかね、その辺の開発をやってる方ですよね。はい、カルダノもね大阪で始まったっていう話ですから、日本人がねその時一緒にいた日本人の方がもっとゴリゴリ入り込んでいれば、そんな感じになってたかもしれないですよね。はい、そう言っても、小玉さんがいらっしゃるので、日本人がね、日本のエマゴの方がねもっといっぱいまだ残っててくれたらまたちょっと違うのかなという気がするんですけどね。はい、でその下、組長ちゃん、エイダの表に出てる発表だけでも追いつけないくらいたくさんあるのに、水面下で進んでる交渉とか提携もきっとあるだろうが、それらを合わせたらとんでもない情報量になりそうと。情報だけでもタイタンモードになっていると、すでにね。スマコンも90日後に到達するだろうとチャールズも言ってるし、スーパーサイヤ人さんが近いということで、ビビさんかな、これ載せてるの。これスーパーサイヤ人さんなんですかね。僕ちょっと知らないんだけど。はい。はい、次、愛知さんです。チャールズ、今後数週間以内に非常に素晴らしいアルゴリズムのステーブルコインペーパーがリリースされます。未完のビジネスです。カダニアさん、ステーブルコインはバンク・ザ・アンバンク・ルの鍵です。IOG はこの目標を達成し、カダニア史上最高クラスのステーブルコインを手にするでしょうと。今出ているのじゃなくて、最高クラスのステーブルコインを手にするということですよね。はい。今後数週間以内ということなのでね、はい、この夏、もう夏になってくるけど、夏、8月、9月ですかね、はい、いろいろ出てきそうですね。はい、では値段に戻りまして、156.46 円と、14,012.9 かける、156.46 で元本が10万円ですので、計算しますと、209万2458円ということでね、200万円ちょっとやばくなってきました。よいしょ、292.4% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。